皆さんこんにちは、ハンドメイドキヨちゃんです。今回はダイソーさんのメランジテイスト1玉 50g のネイビー色で初心者さん用のベストを編みたいと思います。カラーナンバーは180になっています。かぎ針は7号から8号になっています。4.0 ミリから5.0ミリになっています。今回は8号針を使用したいと思います。標準ゲージは長編みで13目、7段になります。こちらの糸、手洗いができる、アイロンはかけられないということで、あと糸長が90メートルになります。材質がアクリル 100% になっています。このような太さの糸を利用して編んでみてください。はい、使用するものは 5.0 ミリの8号針とメジャーと、あとマーカーと糸切りバサミになります。中から糸を出します。こちらかな。そしたら鎖の作り目を編んでいきます。手前からこのように一周して針に糸をかけて、糸を引き抜き、絞ります。で、後ろのこの長い方の糸でこのように目を絞ってから鎖を編みます。これで、52目編んでいきます。1、針に糸をかけて、2、3、4、この時に目は緩めに編んでください。1段目を編む時に目がきついと大変なので、緩めに編むか、号数の多い10号針とかを、8号針なので、10号針ぐらいを使用して、それで普通に緩く編まずに普通に編むようにしてくれればいいと思います。はい、52目編んできました。そしたらだいたい38センチぐらいになっています。そしたら1段目を編んでいきます。長編みを前目編んでいきます。立ち上がり鎖3目、この3目は長編み1目分になります。ので、この時に、3目編む前にこの最後の目を押さえて編むと、最後の目が分かるので、押さえて編むと分かりやすいと思います。で、3目編んだら針に糸をかけて、この目ではなくて、最後の目ではなくて、その前の1目向こう側の目の裏山、この、ポコポコポコっとした方、鎖の方ではなく、この裏のこの出っ張ってる、糸を拾って長編みを編みます。この最後の目は、この
立ち上がりの鎖3目が1目分になるので、この目を編まずに最後から2番目の、作り目の目を拾って長編みを編んでいきます。そしたら前目、隣の目に針を入れて長編み、これで、立ち上がりの目プラス長編みを51目編んでいってください。で、立ち上がりの3目目に、立ち上がったこの3目目に、もし目が分かんなくなってしまう方は、マーカーをつけて編んでいってください。はい、1段目が編み終えたところになります。そしたら2段目からは、表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。隅の目は、両端の目は引き上げ編みを編まないので、一目減らして編んでいきます。立ち上がりは鎖2目で、最後は中長を編んでいきます。立ち上がり鎖2目編んで、編み地をひっくり返したら、最初のこの最初の目は飛ばして編みます。でこの、鎖2目の立ち上がりのこの2目目に一応印をしておきます。はい、で最初の目は飛ばして、こちらのこの目は飛ばして、こちらの目から編んでいきます。最初表引き上げ編みなるので、本当の長編みだったらこのね目を拾うんですけど、目ではなくてこの足の部分、この足の部分に側にこの前から針を入れて長編みを編んでいきます。糸を引っ張り出して、針に糸をかけて、この2本、手前の2本を引き抜きます。そしたらまた針に糸をかけて、この2本を引き抜きます。これで、表引き上げ編みが編まれました。そしたら次は裏引き上げ編みを編んでいきます。針に糸をかけたら、この編み地の後ろからこの、足のところに側に針を入れて、このように針を通して糸を引き出します。ぐっと足を、伸ばして、針に糸をかけて、最初の2本を引き抜きます。そしたらまた針に糸をかけて2本を引き抜きます。これが、裏引き上げ編みになります。表裏、後ろから2本2本と、このように交互に編んでいきます。はい、こんな感じで編んでいきます。はい、2段目の最後に来ました。裏、
裏引き上げ編みを編み終えたところになります。最後この立ち上がりの前段の鎖3目のところは、この3目目に、中長編みを編みます。針に糸をかけて向こう側のこの鎖になってる向こう側の半目と、裏山をこの一本ずつこのように、拾って針に糸をかけて糸を引き出してこの3本を一気に引き抜きます。これで中長編みが編まれました。そしたら3段目立ち上がり鎖最初は2目編んで編み地をひっくり返してこの、立ち上がりの2目目のこのところに糸印を一応しておきます。そしたら今度はこの最初の目は飛ばしてこのねこの中長編みの目になりますのでここは飛ばして、この引き上げ編みのところの目から編んでいきます。編み地をひっくり返すとこちら側が表引き上げ編みになってますので、今度は裏引き上げ編みで編んでいきます。後ろから針を入れて糸を引き出して2本引き抜いて2本引き抜く。今度は、裏前段が裏目引き上げ編みになっているので、表引き上げ編みを編みます。で裏表裏表を交互に編んでいきます。まあ、分かんなくなってしまったら前段を見ればね、今度は、反対の編み方になるので、わかりやすいと思います。で、最後まで編み進めていきます。はい、3段目の最後に来ました。そしたら、また、最後は中長で編み終わります。この、マーカーを外して針に糸をかけて、この鎖になってる半目と裏山を拾って中長を編んでいきます。で、また立ち上がり鎖2目という感じで、マーカーを忘れずにつけて編み進めていきます。ひっくり返すと最初の目が裏引き上げ編みになってますので今度は表引き上げ編みから編んでいきます。表裏で表裏こんな感じで編んでいきます。はい、そしたら、
一玉目が終わりに近づいたので糸を変えます。新しい糸と編み終わりの糸端を小指でこのように持って、それで新しい糸の方で編んでいきます。針に糸をかけて、今度後ろ裏引き上げ編みになるので、このように新しい方の糸で編みます。そしたら、この糸端は、こちら側裏側にしたいので、ちょっと糸端をこちら移動してから編んでいきます。ちょっとこの糸が割れやすい糸なので、ちょっと編みづらいんですけど、こんな感じで、こちら側が表になる方なので、このように表、裏側に糸端を出して編んでいきます。はい、このように編んできました。2玉と、半分弱編んで29段編んできました。こちらの長編みで編んだ部分から含めて29段編んできました。30段目は肩の部分を編んでいきます。もう一回、身幅が38センチ、9センチぐらいになってますので、5センチ、6センチぐらい肩を取りたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8目、8目ずつ、左右8目ずつ肩を取りたいと思います。立ち上がり、鎖2目編んで編み地をひっくり返して、この、中長編みが1目分に入れますので、1、次は最初のこの、引き上げ編みは表引き上げ編みになります。で、裏表裏表、1、2、3、4、5、6、あと2目、7、8、そうしたら1、2、3、4、5、6、7、8編んだら、こちらも、8目、最後の中長編みも含めて8目にするので、52目引く16目ので、36目、ここから鎖を編んでいきます。それでまた、8目、中長も含めて8目編みますので、
36名。1、2、3、緩めに、4、5、35、36。はい、36。編み終えたら、こちらの隅から、この、隅から、1、2、3、4、5、6、7、8。8目目、1、2、3、4、5、6、7、8目目が表引き上げ編みになってますので、針に糸をかけたら今度、裏引き上げ編みから編んでいきます。今度は表、裏、表、裏、表、裏で、最後はこの、鎖2目目のこちらに中長編みを編んで、これで30段目が終わります。そしたらまた立ち上がり鎖2目編んで、ちょっとすいません、マーカーは省いちゃってますけど編んでいきます。今度は、裏引き上げ編みから交互に編んでいきます。今度表、裏、表、裏、表、今度裏、はい。そしたら、ここから、作り目36目、編んだ部分に長編みを1目ずつ編み入れていきたいと思います。この裏山と鎖の半目、ちょっとここが裏山を見て、編むんですけど、裏山、ここ裏山で鎖があるので、この2本を拾って長編みを編みます。1、2、3、36目長編みを編んできました。そしたら、前段が裏引き上げ編みになっている目からですので、今度は表引き上げ編みから編んでいきます。表、裏、表、裏、表、裏、表で、最後、立ち上がりのところ2目目に中長を編んで、これで31段目が終わりました。そしたら、また立ち上がり2目
編んで、編み地をひっくり返して、で、また前段の反対の、編み方で編んでいきます。前段が裏引き上げ編みになってますので、表引き上げ編み、裏引き上げ編み。で、これで8目編んでいきます。で、これで肩の部分が終わったら、長編みのところになるので、でこれは、続きを編んでいってください。今、表引き上げ編みで8目目が終わったので、今度は裏引き上げ編み。で、表、裏、表、裏。で、このように編んでいきます。ここの部分が、もしかしたら中長編みの方が良かったかも。この36目が、中長編みの方が良かったかもしれないんですけど、ちょっと編んでいこうと思います。そしたら、ずっと、先ほどと同じように編み進めていってください。だいたいまた29段編んでいってください。はい、そしたらこのようにここからずっと29段編み終えました。ちょうど前と同じ29段で終わります。そしたら糸始末する分だけ残して糸をカットして、それでそのまま糸始末をします。こっちが表側になるので、裏側に編み地をひっくり返して、それで、適当にこの隅のところに、縫い付けて、終わります。こんな感じで。こんな感じで縫い付けたら、ちょっと戻る感じで縫って、カットします。はい。こんな感じで始末しました。そしたら、このつなぎ目、途中のつなぎ目も同じように、こっち裏側になりますので、裏側の編み地に適当に縫い付けて、で、カットすればいいです。同じように、
糸端の始末をしていきます。で、全部糸端の始末をしてしまうと、裏表が分かんなくなってしまう場合もありますので、前身ごろと後ろ身ごろ一箇所ずつちょっと糸端の始末はするのをやめといて、先にサイドの紐ベルトというか紐を縫い付けていきたいと思います、はい。サイドのベルトを4本編んでいきたいと思います。だいたい120センチ、120センチのところで一回輪を作って絞ります。そしたら短い方を手前、短い方を手前に持って、こちら長い、玉の方をこのように指にかけて編んでいきます。スレッド編みで編んでいきます。針に糸をかけて、で、またこっちの長い方の糸をかけて、この2本を引き抜いていきます。はい、手前から、針に糸をかけて、後ろの糸をかけて引き抜きます。これで2目目、今度3目目、かけて指で押さえて編んでいきます。こう緩くならないようにこう持って引き抜くと、まあ、こちらの糸も均等に編めていくと思います。こうやって持って押さえながら編むといいと思います。これでだいたい60目編んでいきます。60目編んできました。そうするとだいたい長さが30センチ、33センチぐらいになっています。これを4本編んでサイドに縫い付けたいと思います。60目編み終わったら、この身ごろに、縫い付ける分の糸端を残してカットします。はい。こんな感じで、あと3本編んでください。はい。はい、このように、4本編み終えました。私は、袖のところは30センチぐらい、残して、この幅が35から36ぐらいあるので、幅というか丈がなので、30センチぐらい上から肩から30センチぐらいのところに、紐をつけていきたいと思います。このしっかりしているところに印をして、ギリギリの、身ごろのギリギリの端のところじゃなくて、少し、内側のところに、
縫い付けていきます。こんな感じで目をすくっていけばいいと思います。ちょっと邪魔になるので外して、こんな感じで2本も必要ないかったかもしれないですね。1本はちょっとこの、紐の方にこんな感じで縫い付けて、この中に入れる感じで始末しちゃえばいいと思います。それで、もう一本の方は、もう一本の方で、このように縫い付けて、こんな感じで少し縫い付けたら、この編み地の方にでもいいし、この、紐の方にでもいいですし、この糸端を、縫い付けて始末すればいいと思います。こんな感じで、ちょっと適当ですいませんけど、4箇所縫い付けてください。はい、このように縫い付けて完成しました。本当なら、最後に裏側から、蒸気をスチームを当てて、形を整えたいかったんですけど、こちらの、糸は、アイロンがダメになっていたので、かけずに終わります。サイズ、完成のサイズですけど、身幅はだいたい37センチ、丈は、35センチ、6センチくらいになります。で、肩が、だいたい6センチで、ここの開きが26センチぐらいになります。重さは252グラムでした。5玉使って、残りが、このぐらいで252グラムなので、まあ、1玉、50グラムになっていますけど、550グラム以上あっただと思います。なので、ギリギリ5玉ギリギリ使って、252グラムになりました。ボディに着せてみました。こんな感じの仕上がりになります。だいたい腰の位置がここなので、腰と同じぐらいの丈になります。ね、スチームは当ててないですけど、まあ形も整ってるかと思います。で、こんな感じで、リボンにして縛ってあります。まあ、ほどけるのが嫌だったら、ここで
固定して縫い付け、この後ろから、針で縫い付けちゃってもいいかと思います。はい。まあ、これから秋の時期にちょうどまだ暑いですけど、今から編んで秋に着られるベストになると思います。初心者さんに向いている編み方だと思いますので、ぜひ編んでみてください。この編み方参考になったという方は、高評価、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。では、また次回もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。